はい、根室の市街地で、まあ、いくつか、雨だから用事を終わらせて今、道の駅に戻ってます。あ、道の駅の案内です。2キロ、この辺は、根室市東梅東梅って書きます。そうして正確かどうかわからないんだけど、そちらは少し山へ入りますね。それで山の意味がペンケなのか、なんかペンケ東梅って呼んでたような呼ぶような気もします。あ、はい、別の話です。この東梅は春空に対あって野鳥の宝庫なんですけど、この、シマフクロウをはじめさまざまな鳥が今大事にされているんだけど、そのきっかけを作った人を高田っていう人なんですね。根室の本を出した忘れた。ここから入っていったところに古荘っていう民宿がありましてね、そこで民宿やりながら鳥の研究やら何やらで、今は亡くなってますけど、娘さんが市役所かなんか市のどこかで働いてます。その方が、その高田さんがですね、の影響を、多くの人が影響を受けて、その後に続く人が出て、これだけ今鳥が大事にされる、シマフクロウに夢中になる人も出たで、その先駆けの人が高田さんです。なんか公園のようなものを一度聞いたことがあります。ニムオロゲンヤの片隅に、なんかそんなような名前の本を最初に出したような気がします。自分も読んでますけどね。はい、道の駅に着きました。もうこのなんか夜うろうろするのもね、不気味なんですよ。もう熊注意の看板道の駅にありますからね。営業はしてますね。その右の方は今入れないんですけど、入ったところにあるんですね、熊注意って。はい、着きました。